今回カフェトーク風というか、ちょっといろいろ趣向、いつものサポーターミーティングと趣向を変えてやろうというのがありまして、ちょっとかなりバタバタしながらやってますので、何卒よろしくお願いいたします。何か不具合とかあれば、ちょっとチャットとかそちらの方で送っていただければと思いますので、よろしくお願いします。私、運営部の、松本山が私、運営部の笹川と申します。今日ちょっと司会の方をさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、ちょっと時間遅れてしまいまして申し訳ございませんでした。これから1時間ぐらいになりますが、一緒に今年のホームゲームの運営というところで、皆さんと一緒に、情報共有して、でご意見いただいて、いけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。最初に、松本山雅の取締役の小沢の方から、挨拶させていただきますので、よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。松本山雅の小沢です。平日の本当に遅い時間、たくさんの方にお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。今、すでに40名ぐらいの方が入っていただいて、まだこれから続々と増えてくるのかなと思ってます。松本山が、開幕、ホーム開幕が3月26日ということで、そこに向けて、いろいろ今準備をしているところで、今日も、その、今準備していることをお伝えするとともに、皆さんからの意見を聞きながら、これから、今年もそうですし、今後の、松本山がどうやっていくのかというところを少し、考える場にできればなというふうに思ってます。で、クラブとしては今年、また1万人という集客目標を設定をしています。で、やっぱりこの人をたくさん応援していただける人を増やしていくことが、チームを強くすることにつながると思うので、もうそこは本当に引き続き皆さんと一緒に取り組んでいきたいなと思ってます。で、開幕戦に関しては、1万2000人、ここを、一生懸命チャレンジしたいと思ってます。それに向けて、駅前だったり、いろんなところの装飾だったり、プロモーションっていうのを今、一生懸命組んでいるので、開幕に向けて、また皆さんと一緒に、集客も含めて頑張っていきたいと思ってます。あと、すみません、ちょっと長くなるんですけど、トップチームの方、今、鹿児島でキャンプやってまして、さっきも下條さん、スポーツダイレクターと電話したんですけども、順調にチーム、準備が進んでいるという話を聞いています。で、我々も神戸のプレシーズンマッチ、たくさんサポーター来ていただきましたけども、実際現地行って見て、今年のチームの可能性というのを感じて、楽しみに帰ってきたので、我々は本当に本ゲーム、どうやって運営していくのか、安心安全、そして楽しめる空間というのを、一生懸命作っていきたいと思っていまして、そこに向けていろいろ準備していきたいと思いますので、今日は本当にこちらの意見もお伝えしながら、皆さんの意見をお聞きする場にできればなと思っていますので、短い時間ですけども、よろしくお願いします。小田さんも鹿児島行かれて、キャンプ地で何かこう選手にレクチャーとか。鹿児島は行ってないんですけど、和歌山に、行って、選手とスタッフに一丸をもらって、松本山がこういうクラブなんだというところと、あとは、こういう人たちに支えられて今やってるんだっていうところ、それをしっかり話をして、ディスカッションをしてきました。で、終わった後、安藤選手とか、菊井選手とかが、こういう話聞けてすごい良かったですと。で、選手も、できることをどんどんやっていきたいと思うので、ぜひ声かけてくださいということを、言ってくれたので、本当にいいコミュニケーションを取れたかなと思ってます。そう、毎年やられてるんですか？いや、今年初めて来ました。なるほど。はい。チームはね、今、J3 というところで、苦しい状況ではあるんですけど、ここはやっぱ選手と一緒に、乗り越えていきたいというところも含めて、ちょっと一回話をさせてもらいたい。わかりました。はい。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい。はい。ではですね、ここからはちょっとまた新しく運営部に、部長になった曽根原さんから、いろんなお話を聞きたいと思いますので、曽根原さんよろしくお願いします。はい。皆さんこんばんは。はじめましての方もいらっしゃると思います。運営部の、部長に、2月に続けて、を務めることになりました、曽根原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今までは別の部署にいましたので、もちろん運営部のことは、すぐ隣のデスクとか、日頃からいろいろなやり取りやってたと思うんですけども、
はい、基本的にはですね、何をやっているかというと、先ほど小沢の方から話のあった、皆さんにどうやってこうワクワクしたスタジアムに来てもらえるかっていうところはあるんですが、それをやっぱり安心安全で、試合を開催するっていうところと、まあ、やはり僕もいくら楽しくてもやっぱりその、ね、怪我をしてしまったとか、何か嫌な思いをしてしまうと、スタジアムにまた行きたいなっていう気持ちがそがれてしまうと思うので、まあ、そういったところを、まあ、下支えしていけるような、仕事をしていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい。はい。よろしくお願いします。じゃあ最初に、パワーポイントを見ながら、資料を見ながら行きたいと思いますので、お願いします。はい、最初は新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインについてということで、まあ、国の、基準ですとか、J リーグの基準ですとか、定まっているものがありますの で、その上で山形としてはどうするかというところをちょっとご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずはじめに、まあ、本当に2020年にコロナ禍になってからですね、本当にまあ、無観客、リモートマッチから始まりまして、お客さんのこう手拍子が復活して、まあ、そもそもアウェーの、あれでホームのお客さんだけ入っていいよ、アウェーのお客さんも入ってよくなりました。で、手拍子が復活して、はい、まあ、大旗とか、はい、タオル枕を振ってもいいよとか、で昨年、讃岐戦で、声出し応援がホームでも解禁されまして、非常にこう、やっぱり、声の、はい、皆さんの熱気のあるスタジアムが戻ってきたなっていう感じではあったんですけども、まあ、メインとかバックのお客さんは声が出せないとか、ゴール裏の方々も、一席を空けなきゃいけないといった、まあ、安全開催のための、まあ、制約、制限があったんですけども、まあ、こちらの方が、いよいよ制限が解除されて、まあ、大型イベントの使用人数制限というのが、まあ、早くも撤廃になりましたということと、まあ、皆様もテレビですとか、もしかしたら、国立競技場、現地に行かれた方もいらっしゃると思いますが、富士フィルムスーパーカップで、5万人のお客さんが、マスクは、した上できちんと大声出して応援しましたという事実もございました。で、まず、まあ、皆さんもすでにご存知だと思いますが、何が変わったかというところで言いますと、まあ、大前提としては、きちんと、感染症の防止の安全計画、きちんと、イベントとして、はい、ルールを作って、うん、それをきちんと実行していきましょうというのが大前提ではあるんですけども、まあ、100% の収容人数が、可能になって、マスクをつけていただければ、全員の皆さんが、大声、まあ、つまりちゃんとだとか、はい、まあ、勝った時のアルプス1万弱だったり、そういったものが声を出していきますよっていうことになります。はいはい。で、こちらが J リーグの、1月30日付に、発表されているガイドラインになりまして、シンプルに言いますと、まあ、マスクを持ってきてくださいというところと、声を出すときにはマスクを着用してください。まあ、それ、他、いろいろちょっとありますのと、まあ、応援の座席に関しては、一部の、もしくは全てのところで、声出し応援席を設けていいよという形になっていますが、まあ、一番下にもあります通り、まあ、各自治体の、ポートを確認を取っていかなきゃいけないので、まあ、先日東京ではあったんですけども、私たち長野県ですので、まあ、長野県の、コロナ対策室の方と今お話をしておりまして、まず、安全開催、まあ、そういった条件にするにはどうしたらいいのかというようなところを確認しているところです。はい。はい、じゃ次お願いします。はい。ちょっと文字が小さくなって申し訳ないんですけども、で私たちにどうしていきたいかというところです。はい、本当に、以前もやっぱりこの J リーグだから、政府がいいからっていう、だから声を出しますんではなくて、やはり山形としてどういうふうにしていきたいんだっていうところをやっぱりきちんと示してほしいっていうような、お声もいただきまして、まあ、実際、スタジアムですとか、順調にお問い合わせをいただいた方とか、お話もさせていただいて、やっぱりそこはすごい大事だなということで、まあ、ここに関しては丁寧に説明したいと思うんですけども、まあ、先ほどの条件と全く、同じようなことを書いてはいるんですけども、まあ、やはり声を出すというところに関して言えば、まあ、やはり昨年ですか、はい、ゴール裏で声が出せるんだけど、
まあ、そこのエリアに入れなかったというようなお客さんだとか、まあ、メインスタンドのお客さんとか、やっぱり声を出してんだろうなっていう、こう、お顔をされている方が結構多かったなというのもありますし、まあ、やっぱりこう、試合勝った後、スタンドに挨拶行く選手とかとかを見ても、まあ、やっぱりゴール裏をね、こう、あれ、スイッチマンでやってるんだけど、はい、周りの人は、ちょっと私たちは声を出せないとか、まあ、そういうところを見てると、まあ、やはり、選手、頑張ってねとか、はい、そういうのをやっぱ直接伝えていきたいなっていうところは、すごくひしひしと感じましたので、っていうところと、はい、まあ、やはり選手たちも、やっぱサポーターの声、っていうのがやっぱり力になるっていうのは本当に口々にしてますし、もっと言うと、まあコロナ以前にまだこのクラブに所属してない選手もたくさんいるので、まあ、そういう選手がですね、やっぱりある意味でたくさんのサポーターの前でプレーしたいと口々に言ってるんですけど、まあ、実際こうそういうシーンにですね、プレッシャーというか、そういう時にピッチに立った選手がいないので、まあ、ぜひその選手たちに、そういうアルミンの凄さっていうのを体感してほしいですし、まあ、それを力に変えて、はい、勝利してほしいなっていう、それがやっぱり一番僕たちがやりたいことだということだと思ってますので、まあ、全席、はい、声出し応援をしていきたいというふうに考えております。はい、でそのためにはマスクを着用していただくとか、ありますし、まあ、この後、まあ、ちょっと新聞とか報道でもありますけども、3月中旬ぐらいでしたっけ、13日ですけど、はいはい、卒業式とかでもマスクを取ってもみたいなお話もあって、まあ、正直いろんな皆さん意見があると思いますし、うん、まあ、先生とかね、学校の方もどういうふうにするんだっていうような報道も耳にしますけども、まあ、僕たちもじゃあそういう形でやっていくにはどうしたらいいか、うん、でその中で言いますと、やっぱりまあ、もちろん待ってましたと、やっと声を出せるっていう人も多くいらっしゃる一方で、まあ、そうは言ってもやっぱり仕事柄とか、家族にそういう病気を持っている方がいるとか、病院にお勤めの方とか、そういう方もいらっしゃるので、まあ、そういう慎重な方の、考え方とかっていうのも、まあ、もし、まあ、この後今日よければご意見とかもいただきながらですね、また、チケット販売も、発表してましたけども、2月の20日。5日ですか、はい、まだちょっと時間ありますので、まあ、そこまでの間でちょっとこうチューニングというかこうしていきながらですね、皆さんにきちんと丁寧にお伝えしていきたいなというところがまずございます。はい、規制は緩和されますけどね、コロナがなくなったわけじゃないですし、はい、亡くなっている方もいますから、正しく、まあ予防して、いきたいなというのがありますね。はい、まあ、あとやっぱり僕たちもこういうルールでこうやりますというよりは、まあ、やっぱりピッチで選手たちがね、こう、力いっぱいプレーする姿、まあ、それをこう、応援するサポーターの人たちの姿を作るっていう意味では、やっぱり皆さんの協力っていうのはやっぱり必要ですし、まあ、力いっぱい応援したいんだけど、例えば隣の人が、ちょっとこう、ね、嫌がるというのはないんですけど、ちょっとやっぱ気にするような方がいらっしゃれば、まあ、その方に配慮するとか、まあ、その周囲だとか、周りの、思いやりを持った行動っていうのが、本当に大きな力になると思いますので、そういったところはぜひぜひお願いしたいというふうに思っております。そうですね。まあ、マスクを正しくつけて、まあ、応援していただくということを、皆さんにお願いできればなと思っております。はい、で、ここで、キャンプ中の選手から、インタビューをしてもらってますので、ちょっとそちらの、動画に切り替えたいと思います。お願いします。はい、僕がね、地元に入団した頃は、ほとんど満員というか、多くの方々がスタジアムに足を運んで、僕たちと共に戦ってくれてたんで、やはりすごく力になりましたし、特にね、やっぱり、きつい時間帯、残り10分とか残り5分とかの時間帯に皆さんの声援で、一歩出たり、1メートル寄せれたり、一歩寄せれたりとか、
すごくモチベーションにつながる存在だったので、やっぱりそれがコロナ禍になってから、なかなかね、制限がかかってしまって、仕方ないことなんで、世界的に問題なので、やはり本当に、僕自身思うのはやっぱり、ファン、サポーターの方々の存在を含めて、松本山田っていうのは成り立っていると思うので、なかなかそれを3年、2年、3年ぐらい経験できなかったっていうのはすごく歯がゆかったですし、なかなかやっぱり、ある意味の凄さっていうのも、ちょっと半減、むしろ、もっと半減以上のものがあったのかなっていうふうに思うので、100%、今まで通りに戻るってなると、一選手としてはすごく心強いですし、頼もしい存在が帰ってきてくれるのかなっていうふうには思います。うん、そうですね。やっぱり、寒冷地ということで、毎年毎年アウェイから始まって、なかなかホームで試合はできないんですけども、選手もすごく、ある意味で試合をすること、誇りに思ってますし、すごく楽しみに、してます。そのためにも、やっぱり、今はキャンプ地で、もちろん厳しい練習もしてますし、厳しいトレーニングもしてますし、それはなぜかって、やっぱり試合に勝つため、そのためだけだと思っているので、もちろん最初アウェー3つ続きますけど、その3つをしっかり勝って、松本に戻りたいなっていうふうには思ってますし、やはりスタートダッシュっていうのはすごく大事なところでもあると思うので、しっかりアウェー3つで1回出して、昨年はちょっとホームね、開幕戦は、いい結果を得られなかったので、昨年を加えるという意味で、しっかり、ホーム開幕戦の結果が出せるように、一瞬一瞬無駄にせず、やっていきたいなというふうには思ってますので、まず、お待ちいただいている皆さんもそうですけど、僕らも楽しみにしているので、もう少し持っていただけたらなと思いますし、本当に開幕戦の時には、皆さんと共に、選手、スタッフ、サポーター一体となって、宮崎を応援するようにやっていきたいと思ってますので、その時はまた一緒にお待ちください。もう少しお待ちください。めちゃめちゃ嬉しいです。今まで限られたエリアでしか出てなかったので、皆さんも一昨年からいいですし、自分たちもスタジアムで全体が子供するような声援っていうのが、優勝パワーになるので、とにかく解禁されるっていうのは、非常に嬉しいです。サポーターのね、皆さんが声出てないということじゃなくて、やっぱり、声援の数が少ない中で、プレイするっていうのは最初に終わりましたし、おそらく、別の側においては、サポーターの皆さんは、私の、私のパワー出すため、必要な存在ではあるので、そういう点では、ちょっと自分でもやってみないことですし、ちょっとあのダンスとかやるんですけど、皆さんにご用意してないようにしてもらって、どうやってお願いします。そうですね、3年ぐらいになるんで、なかなか。頭の中に残ってるんですけど、最後、本当にそういうシーンになると、そしたら少し緊張する感じになるし、あとそれより、今シーズン、クラブのチームとして、昨年度、こういう時になりたいっていう、これに控えてるんで、僕は、ね、
少し前の転職に行かないんですけど、広くとかも全部食べてて、もう皆さんのところで、このように、食べるパフラーをして、それがこの、全部のところで、はい。いや、すごく、好きなんで、たくさん、ご主人、たくさん、両親、作って、前にのこのスタジアムで、どういう姿かと見えるのは、欲しいです。厳しいジャンプ、トレーニングにしっかり積んで、チームとして、しっかりと連動を高めて、熟練度を高めて、開幕という形で、スタートを切りたいと思いますので、自分たちは、こうしましっかり準備しますので、皆様は、長いに超える準備を、まずので、期待していただければ、ありがたいです。よろしくお願いします。はい、まあ、コロナの前から、まあ、山上在籍中の村山選手と、橋内選手からインタビューいただきました。橋内さんが言ってたヒル君というのは、あ、高崎選手ですね。はい。やっぱり点取ってる。あ、そうですね。ね、ああいう時をまた、はい。したい。ということですね。なんかでも、はい、2人とも、なんていうんですかね、そのアルミンの光景を見て、なんかちょっと、笑顔というか、ね、ちょっと、嬉しさをちょっと感じられたので、本当楽しみですし、本当に先ほどちょっと説明させていただきましたが、やっぱりその後押しもそうですけど、まあ、点を取った、勝った後、例えば点取って、シーオフとかね、みんなで力いっぱい歌うとか、あのタオルマフラーを力いっぱいね、たりとか、点取った選手のちゃんと大声でね、歌っていただくっていう、まあ、本当あの鳥肌が立つようなシーンをですね、本当開幕戦でみんなで味わいたいですよね。そうですね。はい。じゃあ、ここまでのパートで、コロナの、ガイドラインについてちょっとお話しさせていただきました。次はまた、ホームゲームの運営の課題というか、まあ、ちょっと今の現状と、まあ、これからというところをまた、引き続き、曽根原さんから、お話ししていただきたいと思いますので、またちょっと資料の方に切り替えてください。はい。じゃあ、ホームゲームの運営ということで、まあ、新しいシーズンが始まりますので、まあ、先ほどのコロナの件もありますけど、はい、まあ、どういった形でやっていくんだということで、新しく考えていることもあれば、ちょっとリニューアルしていかなきゃいけない。はい。また、あとちょっとこう、改善とか、まあ、ちょっとこう、いろいろ考えていかなきゃいけない部分もありまして、はい。まあ、その点についてですね、いくつかちょっと大きいトピックスを、ご説明させていただきたいと思います。はい。お願いします。はい。で実際、まあ、過去にも話もしてまして、はい、アンケートをいただいたりとか、私たち従業員がこう考え、課題と思っていること、はい、もちろんそのポジティブに変えていきたいとかっていうのもあれば、こういうお悩みとか、お客さんからこういただいたお声をどういうふうにやっていくんだと。本当に100とか200ぐらいありまして、はい、まあ、それをちょっとこう整理している中で、まあ、特にやっぱり大きいところになりますが、まずスタジアムのアクセスということで、はい、まずスマイルアクセスということで、まあ、皆さんがこう、笑顔で来てもらえるスマイルアルビンを作るための、まあ、一番スタジアムに来るところの段階なんですけども、まあ、そこの部分で、まあ、一つやっぱ駐車場のところが、大きな課題になっています。はい。次お願いします。はい。アクセスの方法は、昨年と、まあ、基本的には同様になるんですけども、シャトルバスを、無料で運行しています。こちらに関しては、松本バスターミナルからの、便と、あと塩尻駅の発着便も、こちらも、塩尻さんの協力をいただけることが決まりまして、また明日にも発表したいと思いますけども、開幕戦を含む9試合で、はい、運行をいたします。あとは駐車場、こちらは無料、有料ということで、ちょっと後ほどまた説明をさせていただきます。はい、あと、大芝生駐車場という、ちょっと歩くと、どうしても20分、30分かかってしまうところに、約2000台の駐車場があるんですけども、まあ、そちらからも、シャトルバスの運行っていうのを、ちょっとどうやってやっていこうかというところを考えております。去年も数試合やりましたね。はい。あとは、まあ、近隣の方が非常に多いので、まあ、バイクとか自転車で来ていただく方とか、はい、まあ、あとは近くの方もいれば、お近くにお友達とか、ご実家とか親戚があるので、はい、そちらに泊めて歩いていらっしゃる方とかいらっしゃいますので、こちらのは、わかりやすいお案内をしていければな、というふうに思っております。はい。
次お願いします。はい。で、駐車場の場所なんですけども、こちらにある今、大きくは5つあるんですけども、信濃毎日新聞さんの、場所を、まあ、新しく工場を建てられるということで、工場の工事の期間中ですね、空いてるスペースをお貸し出しいただけていたんですけども、まあ、こちらの方、工場が稼働するということで、今シーズンはちょっと難しいということなんですけども、まあ、この場を借りて、昨年1年間ですね、お借りさせていただいてありがとうございました。ちょっと古くは片倉さんっていうところから貸していただいて、はい、で、代替わりしながら、代で貸していただいて、はい、本当にありがたい、場所でした。はい。あとは、一番上、スポンサーでもある、マクセル泉さん、はい、駐車場、従業員さんの駐車場が、土日稼働していないときにお貸し出していただけたりとか、そこがかりさんだったり、あと、陸上競技場に関しましては、今、旧国体、国民スポーツ大会をやるということで、改修工事を今、陸上競技場と、球場と、体育館の改装工事をやられているんですけども、こちらの利用者はいらっしゃらないんですけども、補助陸上とか、球技場という近くの、施設を利用するときは、そちらの利用者がいらっしゃいますので、まあ、そことうまく調整しながら、使わせていただけるという形になっているのと、まあ、先ほどちょっと触れましたが、大芝生というところです。大芝生に関しては約2000台止められるんですけども、まあ、やはりちょっと、距離があるということで、歩くとまあやっぱり、時間も。結構かかりますし、あとは駐車場の周辺の駐車場がなくなってくると、まあ、試合のキックオフ直前に着いたときにですね、まあ、例えばですけども、15分前とか30分前に着いてしまうと、まあ、なかなかキックオフ時間にも間に合わなくなってしまったりとか。徒歩でまあ30分やったりとか。はい。で、あとちょっと今、ゴールデンウィークの前までは、先ほどの工事もある関係で、ちょっとこう、一番近い最短のルートが、ちょっと使えなかったりということで、皆さんにご不自由をかける部分もありますので、まあ、そのあたりをですね、まあ、シャトルバス、まあ、正直言うと大芝生、昨年でも本当に数台しか止めなかった時もあれば、パルセーロさんとのダービーの時は約1000台以上の方がいらっしゃって、で、シャトルバスも実際1000人ぐらいの方が、乗っていただいたんですよね。はい。カルセルセンは、はい、そういったこともありますので、まあ、開幕は1万、2000人目指すという形でいますので、開幕に関しては大芝生からの、シャトルバスを運行しようと思っていますし、まあ、その運行が難しそうな試合に関しても、ちょっと今、他で、使っているバスを直前の時間だけ、3台とか2台とか出せないかというような準備をちょっと今しているところなので、まあ、こちらも5時間前から出すとかじゃなくて、まあ、気持ち30分前だけやりますよみたいな、はい、そうですね。ですので、まあ、皆さんには、まあ、そういったところで、僕らも頑張って皆さんの利便性とかは良くしていきたいと思ってますけども、まあ、一方でやっぱり時間がかかるということもあるので、まあ、本当ちょっと申し訳ない部分もあるんですが、少しちょっと早くスタジアムについていただいて、まあ、早く目指していただいて、まあ、特に試合だとウォーミングアップとか、まあ、30分前からありますし、まあ、その頃本当大きい声で皆さん応援できるようになると、まあ、本当に選手入場のシーンとか、そういったところの一体感を皆さんで一緒に作っていただきたいので、ぜひ、まあ、例えば、キックオフの30分前ぐらいまでについてくる、スタジアムについてくるように来ていただきたいな、なんて、そういったところも、皆さんと一緒に考えていきたいなと思ってます。あとは、駐車場予約アプリ、アキッパっていうのがありまして、まあ、こちら、個人のご自宅の庭を使わないとか、企業さんが、土曜日、日曜日はお休みなんで、はい、もう本当に、100台とかっていうことじゃなくても、本当に数台でも、そうですね。10代とかでもいいんですけども、まあ、そういったところで、利活用できるっていうところもありますので、まあ、そういったところもぜひ、皆さん、興味があれば、お声掛けいただきたいなと思います。皆さんのご自宅とか、お知り合いである意味の近くに、そういう土地がある方は、ぜひ、思います。で、一応、下に書いてあるんですけども、まあ、そういってもいろいろ、まあ、課題は、まだ違法駐車、迷惑駐車っていうのが、まだ、そんなに多くはないんですけども、やはりまだまだあるので、こういったところも皆さんで協力していただきたいですし、あとはその他の公園の利用者、まあ、例えばランニングしてる人とか、自転車に
まあ、あの施設があるので、持っている方とか、そういった方にこう、うまく共存できるように、例えば、道の、あの通路、左側が通行ですとかっていうようなところだったりとか、あとは、まあ、駐車場も開拓はしていこうと思ってるんですけども、まあ、なかなか一軒一軒回っても、なかなかこう、できない部分もあるので、まあ、もしお知り合いの方がいたりとか、もしくは、まあ、例えば、まあ、明治安田さんがやってる J リーグウォークみたいな、ちょっとたまには晴れて天気もいいから、大芝生から歩いてみようかみたいなことも、あまり、はい、だったりとか、まあ、あとは、ごちょいず山があって山までやってますけども、まあ、エコな活動っていうことで、まあ、いろんなアイデアも頂戴してるみたいですので、まあ、そういったところもなんかできればなというふうに思ってます。はい。はい。で、次ですね、関取ということで、まあ、こちら、あの、資料これしかないんですけども、まあ、やっぱり席先行入場で入ったんだけども、座席を、あの、後から来る人の分を、まあ、取ってしまったりっていうこともあって、まあ、去年最終戦でも、スタッフを多く配置してやったんですけども、ね、まあ、このオフの期間も、結構、関取やってほしいとかですね、関取、あ、関取じゃない、関取を減っていけないってください。関取しないように、対策をしやってほしい。15分に着座をしてほしいとか、いろんな意見をいただいているので、まあ、このあたりも、ことで、一緒にご意見あれば、教えていただければなと思います。はい。次です。はい、ただ、アウェイのご観戦ということで、まあ、昨年ちょっとこう、何件かあったんですけども、まあ、観戦ルール、マナーっていうところが、はい、まあ、やっぱりスタジアムによって違いますし、はい、まあ、コロナのガイドラインも都道府県によってやっぱ違いますので、まあ、山がで当たり前にできているものが、相手のクラブに行ったらできなかったりとか、逆に、うちでできないことが相手のスタジアムに行ったりしたらできたりっていうようなこともありますので、まあ、すごい、多くの方がやっぱり行って、アウェイにね、駆けつけてくれるのはすごい嬉しいことなんですけども、まあ、その中で行く前にちょっとこう、相手のチームの、ホームページを見ていただいて、で僕らもなるべく早く拾ってですね、ホームページに出したりっていうことで、告知というか周知を皆さんに知っていただくように努めていきたいと思いますので、まあ、そういったところをぜひ、見ていただけたらな、嬉しいなというふうに思ってます。はい。あと最後にですね、これ僕今今年このクラブに来て7年目になるんですけども、はい、まあ、最初にアルミに来た時に、はい、すごい、びっくりしたというか、ハートウォーミングになったというか、まあ、これちょっと写真がいいのが見当たらなかったんで申し訳ないんですけども、例えばイベントとか売店とか、最後尾っていう看板を、最後尾の一番後ろの方が持ってて、次の方がこう歩いてくると、はい、あなたね、みたいなのが、こう、無言のうちにこう、やられていて、はい、でそれまでって結構、ちょっと僕も、関東とかにいたんですけど、はい、まあ、警備員の方とか、バイトの人が持って、当たり前のようにこう案内をして、こちらが最後尾です、みたいな。で、なんかね、ちゃんと並ばしてくれ、みたいなことも言われたこともあるんですけど、まあ、そういうのがなく、なんかこう、なんていうんですかね、はい、皆さんの、あ、こういうのがやっぱアルミンの、こう、あった体感とか、あ、こういうのが、初めて来た人が、連れて来られた人が、また来たくなっちゃうんだろうな、とか、いうふうに、思うところの一つの象徴かなというふうに思ってまして、まあ、コロナ禍なんでちょっとこう、今までプラカードをね、手渡しすると感染予防にならないということでできてない部分もあったんですけども、まあ、まさにこういったところが、こう、アルミンの、また、いいところだというふうに僕は思ってますし、まあ、運営なんとかやっぱ他のクラブといろんなお話をする中で、本当に自慢できるところだと思ってますし、こういったことを、なんていうかね、できれば、はい、皆さんが、ルールとかそういうのがなくてもですね、本当に楽しい、また来たいと思えるスタジアムっていうのが作れるんじゃないかというふうに思っておりますので、ぜひぜひ、皆さんに、ね、はい、ご協力いただきて、本当に楽しい、はい、はい、スタジアムになってほしいなというふうに思ってます。で、その、少しでも力になれればというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いします。はい、見るする参加するみたいな、なんかボランティアみたいなことがあるんですけど、本当にこう、横断、最後尾、最後持ってくるっていうのは、本当に一番簡単な参加の仕方というか、ボランティアというか、でそうやってこう、次の人につながっていくっていうのが、まあ、本当にこう、山がらしさというか、そういうところは感じますね。まあ本当コロナでなかなかできてなかったんですけど、それもなくなって、まあ元に戻してきたいなと思ってますんで、皆さんもぜひ、はい、今日、
そこに参加している方からぜひ率先してよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと、セラさん、いつものようにちょっと喋りすぎで、いつもなかなか時間がおっしゃってきてるんですけど、ちょっと次のパートに質問とか、で最初に言わなかったんですけど、事前にいただいた質問をなるべくこう、お話しするようにしてるんですけど、一番最後にまた質問の時間取りたいと思いますので、ちょっとここで次のパートに移らせていただきます。じゃあ、杉原さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、引き続き、ウィーブの松本さんから、お話をいただいて。すいません、前、失礼します。ちょっと時間が押してきてるんで、早めに行きましょう。はい。どうも、改めまして、松本山田の松本と申します。同じく、運営をやっておりまして、主にチケット関係をやっております。本日はよろしくお願いいたします。はい。じゃあ、早速資料のことを見ていきましょう。はい、お願いします。はい。じゃあ、チケット販売クラブ関税についてということで、松本さんお願いします。はい、お願いします。本日3つ、3点ご説明させていただきます。まず、チケットの販売の変更点、2つ目が、開幕戦、これの無料招待についてと、3つ目が、クラブガンズの、ポイントについての、3つになります。それでは次のスライドお願いします。ですね、今年、チケット販売に関してなんですけども、同日数、同日数と。販売の初日とですね。あ、そうですね。はい。で、挑戦行の販売を、土曜日、午前8時、先行の販売を日曜日の8時、はい、で、一般販売を水曜日の8時と、で、これがですね、基本的には3週間前の、土曜日、日曜日、水曜日という形で、設定しようかと思います。で、今までは、土曜日の試合、日曜日の試合と、金曜販売とか、土曜販売とか、異なっていたんですけども、統一して分かりやすく販売するように、していきたいと思います。ただちょっとその開幕戦に関しましては、早めにちょっと販売するということと、ゴールデンウィークが、水祝ですね。ちょっとイレギュラーなので、そこだけちょっとその可変しますので、そこだけちょっとご認識いただければなと思います。だ土曜日になったから、じゃあチケット買おうみたいな。土曜日になったからチケット買おうみたいな、そういうところに皆さんの行動を。はい。習慣としてつけてもらいたい。そうですね。ルーティンですね。はい。あと僕らがお伝えしやすくなって。そうですね。間違いないところもあります。はい。はい。はい。じゃあ次お願いします。で、もう一つ大きい点なんですけども、セブンイレブンさんの、店頭販売において、昨シーズンまでは、ですね、個人情報の取得が必要でしたので、クラブガンズ会員の方のみ、購入ができたんですけれども、今シーズンから、ですね、その個人情報の取得が不要となりました。よってですね、今までセブンイレブンのピアチケットで、購入手続きの際に、クラブガンズの番号を入れていたんですけども、一般販売の時からですね、なくても、購入が可能ということとなりました。まあ、その反面、買いに入らなくても買えてしまうっていう、ちょっとそういった部分もあるんですけども、ただこれによって、さまざまな人が、購入しやすくなるのかなと思っています。まあ、J リーグ ID 取ってとか、そうですね。はい、からっていうのが、なかなかちょっと難しいっていう人もね、中にいらっしゃいます。そうですね。はい。ちょっとめんどくさいことあると、じゃあいいよっていう人も、セブンイレブン行けば、はい。いい人ですね。はい。あそこの画面から。そうですね。端末から、はい、購入できますので、ぜひ、もしわからなければ、またお問い合わせいただければと思いますので、はい。はい。これは結構でかいかもしれないですね。これはかなりでかいですね。はい。はい。じゃあ次お願いします。はい。で、続きまして、開幕戦に関してなんですけども、冒頭の方に小沢、曽根原から、りました。開幕戦に関してなんですけども、1万2000人入れたいなというふうに、会社の中では思っております。で、シーズンパスをお持ちの方にとっては、あまり、面白くないことかもしれないんですけども、こちらのキャンペーン、J リーグ60クラブで合同でやっております。で、松本山田の方は、開幕戦で500組1000名様の無料キャンペーンを行います。で、次のスライドを移していただきまして、開幕戦でもう一つ、高校生の無料キャンペーンを行います。やっぱり卒業のシーズンなんで、春休み最後に
皆さん、高校生に来ていただきたいなと思って。3年生じゃなくても、じゃなくても大丈夫です。はい、高校生なら、誰でも OK です。小中学生は、はい、もう有名。そうですか。うん、ね。なってしまうけど、はい。それからはちょっとお金かかっちゃうんで、はい。終わったらゴールできていただきます。そうですね。開幕戦は、中学生までは子供。高校生はこのキャンペーン。で、大人の方は、それのジェルのキャンペーン。フルに使っていただけると思います。はいはい。で、続いてスライドめくっていただきまして、まあ、そういった形で、2つの、無料キャンペーンを行って、まあ、開幕戦は1万2000人を、目指したいと、私たちは思っております。で、まあ、数字として、ここに期待させていただいているんですけども、昨シーズン、平均人数が、まあ、8401名となっております。まあ、J3 ではトップ、となっており、まあ、J2 でも上位を、取れるような数字となっておるんですけども、昨シーズン私たちが、目標と掲げました1万人には、まあ、残念ながら届かなかったと。唯一届いたのが、新種だったんですね。そこで1万5000、まあ、1万6000近くですね。まあ、今年はちょっとそのまた改めて、1万人に目指してチャレンジしていきたいと思いますので、ぜひ、まあ、皆様のお力をお借りしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。無料招待も始まってるんですね、応募は。そうですね、無料招待は始まってます。結構応募はあるんです。そうですね、J リーグの方はだいぶ、はい、応募いただいておりますね。高校生はそんなに。高校生はまだまだこれから。ぜひぜひ皆さん、応募いただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ次お願いします。はい、続きまして、クラブガンズポイント、ですね、今まで蓄積した形だったんですけども、はい、これからは、消費型ということに、変更いたします。で、まあ、まあ、ポイント貯まるのは一緒なんですけども。去年からいろんなところ、イベント参加したりとか、はい、他のゲームじゃないところでもポイント貯まるっていうふうに変わってて、はいはい、私はその使い方が変わるっていうことですね。あ、そうですね。ホームゲームで、来場されたら20ポイント。あと、まあ、イベント関係ですね、クラブの緑化であったりとか、参加していただいて10ポイント、あと、喫茶山川にご来場、ご来店いただいた際に2ポイント付与と、しておりまして、今年も引き続き、同じようにポイントの付与をしていきたいと思います。はい、で、あとちょっと1点、お問い合わせ何件かよくいただいたんですけども、アウェーに関しては、実はですね、ちょっとその J3 クラブでワンタッチパスがないクラブ。はいあるんですね、はい、でそういったことで、実際ちょっとそのアウェーに行かれた際には、来場の記録はつくんですよ、はい、ポイントはつけないっていうのを、ちょっとその全クラブ、まあ、J3 のクラブ、はい、で、まあ、ルールとして決めておりますので、そうなんですアウェー観戦、ポイントつけてほしいってお問い合わせいただくんですけど、はい、これ、一応 J リーグに確認して、ポイントつけないよと、J3 はっていうことを言われてるんで、もう早く J2 に上がらないといけないですね。そうですね、はい頑張りましょう。頑張りましょう。で、あと、まあ、イベント関係ですかね。まあ、ポイント貯めて、それでイベント参加して、まあ、参加する。で、あとは、もしくは、まあ、ポイントでチケットを購入したりとか、あとは、ポイントで、クラブガンズのオリジナルグッズを、引き換えたりとか、あとは、まあ、喫茶山で、まあ、お食事券だったり、飲み物とか、でそういったのをポイントを使ってできるようにしていきたいなと思っております。去年も最終戦とかで選手のバスを迎えるとか。そうですね。あと、はい、ピッチで並んで写真撮るとか。そうです。やったっていうのが、シーズンの途中でも、はい、できて、はいで、そこまで貯めたポイントがなくなってくるみたいな。そうですね。そういうことです。はい。ですので、いろいろとイベントや規制もしていただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。続きまして、ちょっとですね、今シーズンから、そのマイページっていうのがリニューアル大きくされております。で、もしかしたらもうご覧になられている方はいらっしゃるかもしれないですけども、選手を3名、皆さんの推しを設定できます。で、この推しを、推しにした選手が、まあ、3名、はい、まあ、自分がマイページ開いた際に、はい、まあ、ランダムでその3人が写真が出てきます。はい、で、あとは、その、まあ、ツイッターやってる方に限るんですけども、そういった内容も見れたり、あとはポイントですね。ポイントが今どの、何ポイントありますよとか、どこでこう、つきましたとか、あとは一番右の、絵にあるように、来場記録、はい、何回来て、この方が来たら勝率何パーとか、そういったものも、出るんです。で、加えて、その、年数。これ、松本さんのです。これ、テストですね。はい。ちょっと数字があれなんですけども、32回ってありえない数字なので、はい。
で、2022年、2023年、2021年と、選択クリックすれば、その年の、どんだけいったかとか、勝率がっていうのも見ることができるようになりました。で、次のページちょっとめくってもらうと、J リーグ ID に、アプリに登録している方は、ですね、まあ、QR コードの、出し方ですね、一番右上のカードを押していただいて、緑のカードを押していただくと、QR とマイページという青いところが出ます。で、そのマイページを押していただくと、この、新しいマイページの方に飛べるようになっています。ですんで、まあ、まだちょっとそのシーズンパス、これから発送なんですけども、データが更新されていれば、紐付けの方はできますので、もし、お時間ある方、試していただければ幸いです。はい。ありがとうございます。松本さんのパートは、とりあえずこれで以上ですかね。はい。なんか言い残したことはありますか？あ、大丈夫です。あとは皆さんの質疑応答で、追加していただいて。はい。皆さんの、チケット、まあ、シーズンパス買っていただいて、あ、シーズンパスの募集が、はい、あ、ごめんなさい。シーズンパスの申し込みが明日も。明日です。明日も。明日も23時59分です。はい。じゃまだやってない人いたら、ぜひ、はい。今日、明日で、何卒よろしくお願いします。はい。あと、ホームゲーム会場でも、シーズンパス受け付けたりとか、はい、する予定ありますので、はい。よろしくお願いいたします。はい。はい、だいぶ、松本さんに巻いていただいて、はい、本当にしました。ありがとうございます。すいません。じゃあ、ここで一旦、質問を受け付けたいなと思うんですけども、まあ、挙手していただいて、質問したいよっていう方がいらっしゃれば。あ、チャットで。そうですね。使用期限は、1年単位になってます。12月31日で閉まりまして、ですので、ゼロからのスタートとなります。基本的には1年単位で契約というか、そうですね、はい。まあ、そういうふうになっていますからね。ホームゲームで、グッズやスタグル買ったらポイント付与も検討いただけないでしょうか。500円以上に伺いで。なるほど。はい。ちょっと細かいことまだ決まってないこともあるんですけども、今チャット読みながらやってますが、これ今の質問って何か検討ありますか？そうですね。ちょっと、なかなかですね、ポイント付与のオペレーションが、まあ、実際そのグッズ売店でできるか、スタグルでできるかと、あとは端末の数がちょっと決まっておりまして、はいはい、そこら辺がちょっとそのうまくできるかどうかという部分があるかなっていうところですね。はい。ヒスト山形でコーヒー飲めるサービスはすごく。ですね、シーパスコーヒーはなくなりました。シーパス使った人がピスタやのでコーヒー飲めるっていうのは、まあなくなりました、ね。そうですね。まあいろいろな課題がありまして、なくなりました。はい。これ、あれですか、ポイント、その代わりに、まあ、そのポイントで、はい。今ね、一応ポイントでちょっとその交換っていうことは考えます。はい。やめてもらったポイントで、実際はコーヒーが飲めるようになるよって、ね。あ、そうですね。はい。はい。なんか、それ、そのポイントで、何ができるんじゃなくて、どのぐらいにこう出すみたいな、なんか、予定とかあるんですか？どのぐらいですか？早めに出しました。早めに、はい、出しました。みんながちょっとワクワクするようなものがあって、で、クラブランズ入りたい人が入りたいなっていう。そうですね。になって。はい。いっぱい。例えば、ボランティアに参加したらポイントつくとかするのもありますので。そうですね。バモンスターに参加したらちょっとポイントつくっていうのをやってますので。はい。はい、そういうところでいっぱいポイント貯めて、いろんな楽しいアクティビティとか、グッズをゲットしてもらえればなと思います。はい。あと、入場時の検温なしと J リーグガイドラインもそうなってるんですけど、検温を、必須、一律では求めないっていうふうにガイドラインになっていて、でこの前の富士フィルムってバックアップでも、今日はなかったそうです。で、他のクラブでは、ちょっとどういうことか、すべてのクラブ聞き取りしてるわけじゃないですけども、でも J3 のクラブで聞いたところ、大体のクラブはやらないというような、いうふうになっている。あとは、
なんか、チャットで皆さんいただいてますけど、挙手でも挙手いただいて、はい、なんか、直接話したいよとか、あれば、顔出ししなくてもしても、どっちでも大丈夫ですけど、なんかあれば、行ってみてください。アウェイ感染のポイントするし、これはまあちょっと先ほど言ったように、ちょっと JS 分違うというところで。第4ゲートの再入場口を上げてほしいっていうのがあって、でこれはまあもちろん第4ゲートから出れた方が、利便性高いですと思います。すぐ外にトイレがあって、で、それもあると思うんですけど、やっぱこう、第4ゲートってこう、いろんなとこからこう、人が入ってきて、外側もごちゃごちゃしてるんですよね。でそこでこう、第4ゲートも開けると、さらにそれ出てく人と、またそこの再入場ゲート入ってくるっていうところで、でなかなかこう、動線の管理が難しいところがあって、でまあ、コロナ禍っていうのもあって、その、まあ、ごちゃごちゃが、良くないだろうということで、まあ、やめてたんですけど、まあ、そういったお声をいただけますので、まあ、ちょっと、引き続き検討はしたいなと思います。検温が次は難しい。そうですね。はい。トコさん。画面で挙手されている方いらっしゃいますね。はい、そうそう。はい。はい、どうぞお願いします、はい。今日はありがとうございます。ありがとうございます。チケットのことで、まあ、言える範囲で構わないんですけど、なんか新しい、テイストの企画チケットみたいなのは今検討していますか？ああ、そうだ。なんか、うん。今考えてるのは2つあります。1つは、車椅子の方のファミリーシート的なものが1つ。あともう1つは、うん、まあ、普通の、健常者の方の、まあ、4人グループで座れるような席をちょっと作ろうかなと思ってます。はい。はい。あ、そうですね。車椅子のファミリーシートはなんかよく話を聞くので、こういうのあったらいいねとかって聞くんで、はい。はい。いいことだと、はい、思います。そうですね。はい。ありがとうございます。あ、またなんかそういうご要望ありましたら、逆に教えていただければ幸いでございます。はい。はい。はい、ありがとうございました。そうそう、トトさんの方で、なんかこういうのがあったらいいなとか、なんかありますか？そうですね。なんか、そのチケットを買った人じゃなきゃ、手に入らないグッズ付きのチケット。ですね。で、それもなんかこう、例えばスポーツに使えるとか、なんか学校で、ね、子供だったら学校で使えるとか、その人じゃないと本当にこう、そのチケットじゃないともらえないグッズがついたチケットみたいなのもなんかいいかなって、はい、思ってます。なるほど。去年マモサポチケットって言って、まあ、はいはい。妊産婦の方とか、子育てしてる方に、はい、買っていただいたチケットあるんですけど、そこにはちょっと選手のメッセージがね、入った。おぉ。はい、のもの。まあ、ちょっとガラガラで抽選なんですけども、うん、まあ、いろいろな、ね、三角コーナーとかね、そうですね。スタグルがお得に買えるチケットみたいになって、今までやってたんでしたっけ？山形でやったことはないですね。はい。ああ、それもそういうのもなんかいいんじゃないですかね。まあ、夏だったらビールが美味しいので、ビールが普通の価格より、まあ、お得に買えるとか、なんかそういうのも。はい、あったらいいのかななんて、はい、思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。チケットのアップグレードは今年もありませんか？そうですね。昨年雨多かったですからね。そうですね。そうですね。前向きにちょっとはい、検討したいと思います。ちょっとシステム的な話も絡んでくるんで、必ずちょっと、できるかどうかっていうのはちょっと即答はしづらいんですけども、まあ可能であればちょっと実施はしたいなとは思っています。はい。ちょっと8時お時間過ぎちゃったんですけど、
もう少し、まあ、ちょっと始まるのも5分をしてしまったので、他にも何かあれば、ぜひ直接でもチャットでもいただければと思いますが。あ、どうぞ、兵藤さんお願いします。聞こえますか？はい、大丈夫です。はい、ですね、ゴール裏、アウェーゴール裏の方が、ホームの人たちは通行禁止にもなってるんですけども、はい、J2 に上がって何年かまでは全部通行、全種通行禁止じゃ全部できたんですよ。で、多分コンサのサポかな、なんかやった時から禁止されちゃったんですけど、あれ、各地のまあアウェーとか行くんですが、本当にそれが必要なのかっていつも思ってるんです。で、ある意味で、その全種皆さんが歩けるような雰囲気って多分あると思うんで、もう一遍考え直した方がいいんじゃないかっていう意見です。ありがとうございます。で、ちょっと曽根原。ご意見ありがとうございます。今、あれですね、ユニフォームを着用してると、通れないっていうような。そうですね、はい、そうですね。はい、上のゴールランには山田サポ行けません。で、山田のゴールランには上サポ行けませんっていうふうに言いました。はい、正直、私も、同じ意見で別にいいと思うんですけど、はい。まあ、それなりにやっぱり判断とかをしてきた、と思っているので、まあ、どういったところが、そういうふうにしているのかっていうのをすみません、今一度確認しながらですね、やっていきたいとは思っております。まあ、ただやっぱりこの試合は通れる、この試合は通れないっていうことは、ちょっと、なんていうんですかね、対戦相手によって変えちゃうっていうのも、あんまり違うのかなっていうのは、ちょっと、まあ、分かりづらいっていうのをしたいと。分かりづらいもあるし、なんでチームは通れるのに、うちは通らせないみたいな、そういうこともあるので、まあ、そういったところの理解とか、まあ、そういったところもちょっと確認しながらですね、ちょっとどうしていくかっていうのは判断していきたいと思います。ご意見ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。大芝生からジョギング的なこともありですね。サポーターさんでランナーとか。そうですね。まあ、スカイパークの中は結構走ってる方もいらっしゃって。で、まあ、その走ってる方というか、歩いてる方から、まあ、ちょっとこう、サポーターがいっぱいいて、まあ、通行が妨げになってるみたいなことも、まあ、クレームであったりもするんで、そういうところも含めて、まあ、みんなでこう、なんだろう。共有の場所というか、園の中走って、たり、通行したりとかっていうことは、みんなのこう意識の中にあるといいかなと思います。これ、ポジティブな話だと思うので、はい、ぜひ、わかんないですけど、近いところもいいけども、たまにはそのお芝生から、ね、走ってみようかとか、そうですね。去年か、過去にやったら、うど覚えなんですけど、明治安田生命さんのウォーキングアプリっていうのがありまして、僕も入れてるんですけど、スマホの、なんていうんですか、万歩計みたいなのと連動してるのがあって、結構山がの人たち、こう、なんていうか、他のチームのサポーターさんとバトルみたいなのがあるんですけど、結構山がさんの人たち、やっぱ、車通勤の人多い割に結構上位なんですよね。で、そういうのを、なんかウォーキングで一緒に歩きましょうとかっていうこともできたりとかもするので、まあ、ぜひぜひ、運動不足な方とか、ね、たまには天気がいいから家族でピクニックじゃないですけど、大芝生ってあれなんですよ。実は空港の目の前なんですよね、滑走路の。で、飛行機の発着が見えたりとか、まあ、このおっさんの家にもあれですけど、お花畑があったりとか、あと、なんかジャングルジムとか子供が遊ぶ遊具もありますし、なんかミニ滑走路みたいな、あって、なんかこう、インスタ映えするような。スマホこう置いて撮れますみたいな、結構意外と歩くとですね、信州スカイパーク面白くて、ちょっと南側の方行くと自転車、いろんな種類の自転車乗れたりとか、うん、2人乗りの自転車借りれて空港の周り一周回れるとかあるので、ぜひそういうのもせっかく僕らも街にあるクラブなので、サッカーだけじゃなくて、そういうお子さんとかと来てもらって、サッカー誘いづらくても、そういうとこ行ってみないって言って、その後、ちょっとこう、サッカー、ね、お子さんと一緒に来てもらったりとか、高校生の今、無料招待もしてますので、ぜひ、受験の姿勢がいれば、
なんかね、息抜きで来てもらうとか、なんかぜひ、そういうのでうまく使ってきていただけると嬉しいなと、普通に脱線しちゃいましたけど。はい、天気が良ければね、はい、最高ですね。はい。あと、特典時ハイタッチなどの物理的接触を禁止しようかって言ったんですけども、はい。これはどうですか？正直言うと、今、コロナの5類の、になると、いわゆる法的拘束がないというふうに解釈しているので、まあ、ハイタッチをしちゃダメという制限ができなくなると思うので、できるとは思うんですけども。まあ、そうですね。なんか、禁止ではないですね。質問に答えると。で、はい、本当に、しちゃダメなことは、こんなしないで、発生をする。コロナしないで。発生しないで、発生をする。はい、ことだけがダメです。で、それ以外は、基本的にはもう OK です。だから、肩組んでもいいし、ハイタッチもいいしっていうことが、禁止にはなってないです。ただ、ちょっと繰り返しなんですけど、アウェイのスタジアム行ったらまたどうかっていうのは、ちょっとまたそれぞれであるので、それは確認してほしいのと、で僕らの試合では今のところ、そういったルールを設ける、つもりはない。はい、一応ですね、密を回避するような、予防とか周知はしてくださいっていうのがあるので、まあ、例えば人が集まるようなトイレのところとか、ブースとか、まあ、あとは先ほどちょっと入場ゲートとかもありましたけど、入退場の時にやっぱ人がこう密集してしまうと、ところは、注意する点として、なんていうでしょう、きちんと、注意分け、広報してくださいとか、密集しないような工夫をしてくださいっていうことは、運用する上で大事なところなので、まあ、ね、これは力いっぱい皆さんとはね、点取ったらハイタッチしたいと思いますので、まあ、あんまりこういう言い方すると怒られるかもしれないですけど、ぜひね、点取ったりとかね、アルビンのその今季初ゴールはもう本当にハイタッチなんかしたいですし、勝ったらね、みんなで抱きついて、ね、歌いたいですよね。そうですね。はい。はい。わかりました。あと、企画チケットの提案ですということで、試合後もしくは試合前に報道陣以外のミックスゾーンのサポーター戦略を作って、ダブルヘッドキャンプのチケットかもしれそうです。まあ、そうですね。はい、なんか、あれですね、この前も、テレビで見たんですが、プロ野球のキャンプで、結構いろいろ今、ファンサービスも再開されていて、そういうシーンを僕も見たんですけども、はい。そうですね。ちょっと、ルール上というか、動線とかいろいろあるんですけども、はい。まあ、インタビューできるかどうかはちょっとあれとして、まあ、選手が、試合日に選手とこう、何か接点が作れるようなっていうところが一つヒントかなと思っているので、まあ、試合後だけに限らず、何かこう、やっていけることっていうところを、ぜひやっていきたいですよね。前も試合勝った、ピッチシートの真ん中で、試合勝ったら選手とハイタッチできるみたいな、まあそういうシートがあったりして、まあなかなかやっぱちょっと勝敗があるものなので、でなかなかそういう部分も難しいこともあるんですけども、検討していきたいと思いますので、ご意見ありがとうございます。じゃあちょっと時間が過ぎちゃってるんですけども、どうしても言いたいよっていうことが。後で、アディショナルタイム、オフレコ、アディショナルタイム作りますんで、録画も切ってやりますので、はい。それ前に何か聞きたいことがあれば、はい。皆さんの質問がなくなるまでは、はい。私、いますので、ぜひ。はい。じゃあ、一旦はじゃあ、締めたいなと思いますんで、最後ちょっとまた小沢から。はい。知らせてください。いい言葉を。そんなやってやりました。僕は小沢さんのおっしゃる言葉とか文章がすごい、機械好きなので、何回も登場してみて、すいません。ありがとうございます。すみません。考えながら喋ります。サポミ、本当にありがとうございました。いただいた意見も含めて、本当に、このクラブ、松本山川というクラブは、皆さんと一緒にここまで作り上げてきたクラブです。で僕らは舞台を整えるってことはやるんですけども、本ゲームの時やっぱ主役は選手だったり、まあ、サポーターの皆さんだったり、ボランティアの皆さん、関わる方たちがまあ主役だと思って、いつも運営をしています。
なので、本当に安心安全もそうですけど、やっぱりこうみんなでワクワクして、やっぱり山川がこの町にあってよかったなと思ってもらえるような、まあ、本当にホームゲームしたいなと思ってますし、まあ、そういったホームゲームをやっぱり皆さんでこう一緒になって作り上げていきたいなというふうに心から思っているので、このスタンスはこれからクラブがどういう方向に向かおうか変えてはいけないと思っています。なので、そこは皆さんと一緒に共有しながら、また今年3月26日まず初戦を迎えたいなと思ってます。本気で1万2000人呼びたいと思ってますし、その1万2000人の声援で、やっぱ選手たちを本当に後押ししたいと思ってます。で、選手たち、今年本当に厳しいトレーニング、鹿児島も含めて今積んでるので、期待できると思いますし、この前、選手たちの前でも話したんですけども、やっぱりこう、誰のためにプレーするかっていうのを、やっぱりよく考えてやってほしいということを言いました。で、選手は、まあ、サッカー選手なので、もちろん自分のプレーで価値を上げていくのは大事なんですけども、やっぱり誰かのためにプレーするっていうのが、選手にとってはこれから絶対必要になってくることなので、まあ、そういったところも伝えるっていうところも含めて、ぜひ足、スタジアムに足を運んでいただいて、まあ、一緒に戦っていただければありがたいなと思ってます。今年も1年間ぜひよろしくお願いします。こんな感じでいいですか？最後ちょっとね、考えましたけど、ね、それがいいです。ありがとうございます。ありがとうございました。で、一度こちらで終わらせていただくんですけども、後ほどまた YouTube とかで配信してますので、今日ちょっと参加された方で、あ、これ皆さんに聞いてもらった方がいいなっていうふうに思った方は、ぜひ、自分の言葉で伝えていただいたり、また後日アップされる、YouTube 見た方がいいよってちょっと言っていただいて、で、皆さんで共通理解深めて、いいホームゲームを作っていきたいと思いますので、どうぞ1年間よろしくお願いいたします。